平野翔、岩優太、李平リが弟にしたいランキング上位独占。平野翔が弟にしたいランキング1位王冠の理由が意外すぎた WWW 天然エピも大公開しちゃいます。平野翔、岩優太、神宮寺優太この3人の名前を聞けば、多くのファンが彼らの魅力を即座に思い浮かべることでしょう。もともとジャニーズ事務所に所属し、 その後の活躍がますます期待されている彼らですが、最近ではナンバーアンダーラインアイという新たなグループでの活動が注目されています。特に、弟にしたいボーイズグループメンバーランキングで1位と2位を独占するほどの人気ぶりは、彼らが単なるスターではなく、多くの人々に親しみやすさを感じさせる存在であることを物語っています。まず、1位に選ばれたのは平野翔です。彼の圧倒的なスター性はもちろん、 何よりもその天然な性格が人々を魅了しています。華やかな外見と鍛え上げられた肉体からは想像し難いほど、彼の言動にはどこか憎めない一面があります。例えば、すき焼きを焼き焼きと言い間違えるエピソードや、エイプリールフールをエリンギプールと発言した過去の出来事は、ファンの間で伝説となっており、多くの笑いを提供してきました。彼のこうした無邪気さは、 ただ美しいだけのアイドルではなく、人間味ふれるキャラクターとしての魅力を引き立てています。このような側面が、弟にしたいと思われる理由の一つと言えるでしょう。次に2位にランクインしたのは、岸優太です。岸はその素直でまっすぐな性格が特徴であり、周りの人々からも愛される存在です。彼のちょっと抜けている一面もまた、ファンの間では、愛すべきおバカとして親しまれています。 道元光一や田中圭といった芸能界の先輩たちも、騎士のことを何しても可愛いと評価しており、その愛されキャラが広く知られています。そんな騎士の魅力は、そのまほめさと努力家としての側面にもあります。彼は常に結果を出すまで努力を惜しまないタイプであり、これまでのキャリアでもその姿勢を貫いてきました。それでもどこか放っておけない、そんな騎士の無防備な雰囲気が、 弟にししたいと思わせる理由なのでしょう3位に入ったのは B ・ファーストの劉兵です。グループ最年少ながら、その実力はデビュー前から広く認められていました。彼が持つあどけないルックスと、183cm の抜群のスタイルは、多くのファンを虜りにしています。特に彼のダンスパフォーマンスは圧倒的な表現力を持ち、グループの公式 TikTok では毎回話題になるほどです。 5歳からダンスを始めたという彼は、その長い手足を生かした美しい動きで、他のアーティストのカバー動画でもファンを魅了しています。また、メンバーに対して甘える姿や、特に旅気との兄弟のようなやりとりも、ファンにとっては見逃せないポイントです。彼のパフォーマンス中のクールさと、普段の無邪気な姿のギャップが多くの人を引きつけているのでしょう。これらのランキング結果を見て思うのは、 ただ外見やスキルだけでなく、彼らの性格や振る舞い、そして人間味が大きく影響しているということです。現代のファンは、スターに対して憧れだけでなく、親しみやすさや共感を求めています。かつてのアイドル像が、手の届かない存在とされていた時代とは異なり、今では SNS やバラエティ番組を通じて彼らの素顔を知る機会が増えました。そのため、平野や騎士、履平のように天然な一面や、 ちょっとした抜けている部分が見えることで、ファンはより一層彼らを身近に感じ、応援したくなるのです。さらに、これらの結果から浮かび上がるのは、エンターテインメント業界におけるボーイズグループの進化です。かつては歌やダンスだけが求められていた時代がありましたが、今では多彩で多面的なパフォーマンスが求められています。平野翔や岩井太、李平のように、演技やバラエティーで活躍できるメンバーが増え、 個々のキャラクターが際立つようになっていますそれに伴いファンの期待も多様化しており彼らがただかっこいいだけでなく面白い親しみやすい感動させるといったさまざまな要素を提供できる存在であることが今後のエンターテインメントの方向性を示しているとも言えるでしょう。またこれらのランキングが示すもう一つの興味深いポイントはグループを超えた人気の広がりです。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが上位を独占したことは、グループ自体の知名度や実力を裏付けるものですが、同時に B、ファーストの劉兵が3位にランクインしたことは、今後の音楽シーンでのボーイズグループ同士の競争や、ファン層の重なりがますます興味深くなってくることを示唆しています。これは、ただランキングの結果にとどまらず、ファンの心理やグループ間の相乗効果を考慮する上で非常に重要な示唆を与えています。さらに、 エンタメ業界における技術やメディアの進化も、このランキング結果に影響を与えていることは間違いありません。TikTok や YouTube といったプラットフォームが台頭する中で、アーティストたちはこれまで以上に個々のパフォーマンスやキャラクターを発信する機会が増えました。特に劉イのダンスパフォーマンスが TikTok で話題になるように、短い動画でも十分にファンの心をつかむことができる時代です。こうした新しいメディアの活用が、 従来のテレビや雑誌だけでは捉えきれなかった彼らの魅力を引き出し、より広範な層にアピールできる手段となっています。最終的に、平野翔、岩優太、そして劉兵が弟にしたいランキングで上位に選ばれた理由は、彼らのスキルや外見だけでなく、その人柄やファンとの距離感、さらにはメディアを通じた自己発信能力によるものです。これからも彼らがどのようにしてファンの心をつかみ続けるのか。 その進化が非常に楽しみですそして、このランキング結果を通じて、今後のボーイズグループの展望や、エンターテインメント業界の変化を感じさせる新たな時代の到来を予感させます。ファンにとって、これからの彼らの活動がますます目が離せないものになることは間違いないでしょう。そして、このランキング結果が示すように、彼らの人気は今後もますます高まるでしょう。 ファンが求めるのは単なるパフォーマンスではなく、アーティストの内面や日常的な一面を見ることができる機会です。その意味で、平野翔やガン・太、李平といったメンバーたちは、SNS やバラエティ番組を通じてファンとの距離を縮め、共感を生むことに成功しています。彼らが弟にしたいと思われる理由の一つには、現代のアイドル像がより親しみやすく、身近な存在へと進化していることが挙げられるでしょう。 特に平野翔は、天然なキャラクターと美しいルックスのギャップが、多くのファンにとって魅力的です。彼のユーモラスな発言や、予測不可能な言動は、ファンにとって常に驚きと楽しみを提供しており、エンターテイナーとしての資質が高く評価されています。また、彼の見た目のかっこよさだけでなく、その無邪気さが、弟にしたいと思わせる大きなポイントです。どれだけ人気が出ても、 その素朴さを失わない姿勢が、ファンに安心感と親しみを与えているのです。一方、岸優太の持つ素直さや真面目さは、彼を応援するファンにとって特別な存在感を持たせています。努力家でありながら、時には少し抜けた一面を見せる彼は、ファンだけでなく、共演者や芸能界の先輩たちにも愛されています。岸が、何をしても可愛いと言われる理由は、ただの外見的な魅力にとどまらず、 その心の心純粋さや周囲に対すするる真摯な姿勢が伝わっているからです彼のようなキャラクターが存在することで、ファンはただの視聴者以上に、彼を家族の一員のように感じることができるのです。劉兵に関しては、彼が持つパフォーマンススキルと若さの勢いが、ファンの心を強くつかんでいます。彼のダンスパフォーマンスは、他のアーティストにも負けないほどの技術と表現力を持ち、 特に TikTok などのショートフォーム動画プラットフォームでその才能が光っています。また、彼の若さから来る無邪気さや、メンバーに対して甘えるような姿は、多くのファンに弟としての魅力を強く印象づけています。劉兵は BE:FIRST の最年少メンバーとして、その成長過程もファンにとっての楽しみの一つとなっており、これからの彼の活躍が一層期待されるでしょう。こうした 弟にしたいランキングの結果からは、ファンがアイドルやアーティストに対して何を求めているのかが浮かび上がってきます。それは、単に才能やスキルだけではなく、彼らの人柄や普段の振る舞いに触れることで感じる、親近感や、共感です。今の時代、ファンは単にパフォーマンスを楽しむだけでなく、その背景にある人間性や努力をも評価します。SNS やメディアを通じてアーティストの素顔が見える機会が増えることで、 ファンはより深く彼らに感情移入し、応援する気持ちを強くします。このように、現代のエンターテインメントにおいては、ファンとのコミュニケーションや共感が非常に重要な要素となっているのです。さらに、今後のエンタメ業界において、こうしたランキングが意味するものは、アーティスト同士の切磋琢磨と、それによるさらなる成長の可能性です。平野翔や元優ユータ、リヘイといったトップアーティストたちは、 すでに多くのファンを魅了していますが、これからも進化し続けることが求められています。エンタメ業界のトレンドは日々変化し、ファンの期待もますます高まっていく中で、彼らがどのようにして自分たちの個性を発揮し、新たなチャレンジを続けていくのかが注目されます。特に、SNS やデジタルメディアがこれまで以上に重要な役割を果たす時代において、彼らがどのようにして自分自身を発信し、ファンとつながっていくのかは、 今後の成功の鍵となるでしょう。平野翔や雁優太、劉兵は、すでにその能力を十分に発揮していますが、これからも新しいプラットフォームやメディアを通じて、さらなる進化を遂げていくことでしょう。彼らが今後どのような形でファンとの絆を深め、さらなる成功を収めるのか、その未来は非常に楽しみです。最終的に、弟にしたいと思われることは、単なるファンからの愛情表現にとどまらず、 アーティストがファンにとってどれだけ身近でお休みやすい存在であるかを示すバロメーターでもあります。平野翔、ガン・ユータ、リのように、ただパフォーマンスが優れているだけでなく、その人柄や振る舞いがファンに深く愛される存在こそが、真のスターとしての証であり、これからも彼らがエンタメ業界で輝き続ける理由となるでしょう。